何か食い物は。よう、君か。わざわざ挨拶に来てくれるなんて礼儀正しいんだね。それじゃあ私も改めて自己紹介をするとしよう。私はハンジゾエ、調査兵団で分隊長をやっている。ハンジ分隊長の部下、モブリット・バーナーだ。これからよろしくな。そんなに固くならなくてもいいよ。ほら、何か私に質問とかないのかい？何でも答えよう。なぜって、もちろん将来有望そうな兵士がいたからさ。いつだって調査兵団は君のような兵士を求めているからね。兵士として巨人と戦うのは当然の仕事だけど、同時に巨人の研究も大事な使命の一つだと私は思ってる。君もそう思うだろ？巨人研究の重要性が分かってるなんて、私の目に狂いはなかったみたいだ。とにかく君にはこれからいろいろと手伝ってもらうことになると思うけど、一緒に頑張ろうね。いらっしゃい。また来てちょうだい。
調査兵団は女型の巨人の正体であるアニレオンハートを拘束したが、強固な水晶体に包まれた彼女から情報を得ることはかなわなかった。一方、作戦中に壁が崩れたことで壁の中に潜む巨人の存在が明らかとなったが、その衝撃的な事実が公にされることはなかった。そして女型の巨人捕獲作戦の決行前、調査兵団は女型の巨人の共謀者を探るため新兵の一部をウォールローゼ南方の施設に隔離し、ミケ・ザカリアスら手だれの兵士たちに監視させていた。女型の巨人捕獲に貢献した彼はエルヴィンの命を受け、作戦成功をミケたちに伝えるべく短期で隔離施設に向かっていた。そんな彼を思いもよらない事態が待ち受ける。本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者が？さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。こっから南に行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。あれ、足音みたいな地鳴りが聞こえます。は？本当です、確かに。全員いるか？南方より巨人が多数接近、こっちに向かって歩いてきてる。直ちに馬に乗り付近の集落を回って住民を避難させなさい。南方から？壁は破壊されたと捉えるべきなのかな。私たち人類は負けた。いいや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。君はこんなところに来て一体どうしたんだ？女型の巨人のことか？すまん、こちらの状況もそれどころではない。ウォールローゼが突破されたかもしれないんだ。ここを切り抜けてから聞く。お前が完全装備でここへ来たのは幸運だった。手を貸してもらうぞ。いいな？104機と武装兵で構成した班を東西南北の4班に分ける。戦闘は可能な限り回避し情報の拡散に努めよう。人や集落を発見次第離散していけ。なお南班と西班は破壊箇所を特定する任務を兼ねる。誰かこの地域に詳しい者はいるか？はい、北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってます。あとコネイも。南に俺の村があります。巨人が来た方向に近くを案内できます。その後俺の村に行かせてください。そりゃもう行ったところで無駄でしょうけど、でも行かなきゃいけないんです。わかった。南班の案内はお前に任せたぞ。近
かいな。武装している者は手を貸せ。巨人の注意を引く。その間に104機を先発させろ。了解。お前は俺たちの援護に回れ。戦う覚悟はできているな。いい返事だ。活躍を期待している。それぞれ行動を開始しろ。拠点を立てな。104機には申し訳ない。我々のせいで無防備なままこの状況に放り出してしまった。ああ、情けないところは見せられない。さあ、まずは接近する巨人を討伐するぞ。当然さ。急ぐぞ。もたついていると巨人に囲まれて身動きが取れなくなる。ああ、早く104機を離散させて付近の集落の住民を避難させなくては。巨人どもめ邪魔しやがって。捕らえた。完璧だろ。俺が巨人を引きつける。お前たちは104機を守れ。信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。ゲルガー、拠点を作ってもらえるかい。周囲に巨人がいないか確認したい。ああ、任せておけ。巨人確認、全速力でかけろ。戦闘開始するぞ。この調子だ。この先も可能な限り巨人との戦闘を避けて進む。なんだか悪い予感がします。近くに巨人がいそうな気配というか。巨人がいそうな気配か。装備に余力があれば拠点を設営したいが。こちらに接近してきます。サシャの予感が的中したな。よし、経路を変えて進むとしよう。
言ってやろう。さあ待て。ある君には三家の様子を見てきてもらいたいんだが。逃げ遅れた村人がいるかもしれんな。お前だけでは手が足りんはずだ。俺たちも行く。ありがとうございます。おかげで助かりました。さっき拾ったものなんですが、よかったら使ってください。
104機の離散完了しました。何か手伝わせてください。お前たち、よし、周辺の巨人を討伐する。手を貸せ。どうだ。あの村、人間の匂いがする。見遅れた村人がいるのか。なんとしてでも奴らをここで食い止めるぞ。行ってやろう。完璧だね。相手する。巨人が、誰か来てくれ。狙い通り。捕らえた。よし、やってやる。落ちた。当然だ、あんなの。すまない、助かった。あんたたちもどうか無事で。隊員たちが離散した方角に巨人が向かっているようだ。隊員たちの向かった方角の巨人を討伐し、他の者と共に撤退しろ。それはここでもっと時間を稼ぐ。あんなところにも村があったのか。逃げ遅れた村人がいるかもしれない。倒さないで。落ちた。
俺たちも散らばるぞ。ミケ分隊長、無事でいてくれよ。腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。戦うことをやめたとき、初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。あ、もう動いていいよ。面白いことを考えるな。